审视大概一分钟。神师们、牛师们，大家好，我是上校直播。今天是星期六，所以是上下随便说话。今天的话题是这个日本搞笑新闻。那看看一些新闻吧。第一条是这个，日本今天有很牛逼的发廊。发廊，对，发廊。那么看看在网上很火起来的日本的发廊的样子，是这个。是什么呀？近一点，这个样子。哇，高大，而且听说这里的老板自己做的，太厉害了。你们知道白色高大里面的样子吗？ヒントを言いましょう。这里是发廊。对的，白色高大里面是这个样子。是 KTV 的，真是日了功了，很好玩的样子。还有发廊墙上写着 Gundam Cut， 是什么鬼？这样的发型吗？我丧心病狂啊！下一条是这个，ヤンドル募集，在日本能当偶像的机会来了。企画は病んでいる。だそうです。最近の言葉で言うとメンヘラです。メンヘラっていうのは何かというと、寂しがり屋で愛されたくて構ってほしいがために無視されたりすると、私自殺する、リスクするとか言っちゃうような、女の人のことです。そんな人がアイドルになれるためのチャンスがやってきました。もう変なアイドルが増えすぎて恐ろしいです。日本株式会社ブルーオーシャンのホームページ上で受け付けているみたいです。自分が病んでるなと思う女性はチャレンジしてみてください。その他に中国の女の子がアイドルになれるチャンスもあるみたいですね。オーディションに合格すると日本でデビューに向けてアイドルの修行ができるみたいです。有心中だと思うね。心動偶像不忘计划で検索してみてください。接下来这个、おっさんレンタル最近又出现了你这服务。这个おっさんレンタル是年轻的女生付钱更舒适实话的服务，虽然一小时1000日元，但已经这两年半的期间客人超过1000个人。怎么回事啊？大家更舒适之间的话题是恋爱、人际关系、人生等等。这么受欢迎吗？我也要做，看舒适的照片吧。嘿，哦，原来如此，我放弃吧。好，那最后跟我一起试试日语吧。今天的日语是这个。おじさんに話してごらん。おじさんに話してごらん。おじさんに話してごらん。皆さんも何か悩んでることとか疑問があったら、このウェイボーにコメントをください。毎週月曜日にこの疑問の中からいくつか選んで答えてます。好，那今天到这里，今晚就我那微博微信还有其他频道，那明天见，拜拜。